おはようございます。速稼塾の久保でございます。いや、私はね、つくづく常識知らずだなと思いますし、世間知らずだなと思うんですよね。まあなんせですね、社会離れて隠居してるんで、それは仕方がないかなというところもあります。全くですね、世の中のことが分かりませんので、昨日ちょっと恥ずかしい思いしたのが、今マスクがね、あんまりないっていうんで、私昨日初めてインターネットで検索してみたんですよ。そうすると検索の一番上にマスクが50枚で1100円っていうのが出てたんですよね。まあすぐ手に入るじゃんこれと思って、あ、50枚1100円に対して世の中の人は転売ヤーが高く売って買えないって言ってるんだなと思って、50枚1100円っていや、えらい安いっていうふうな感覚だったんですよ。で、Facebook に50枚1100円って安いんですか高いんですかっていうふうにポンと投げてみたんですよね。そうするとこれは高いよっていうふうなね、意見が一方的だったです。いや、これ安いんじゃないですかとか、まあまあこんなもんですよって意見は全くなくって、いや、普段自分が買ってんのはこのぐらいの金額ですよと、これはないですよっていう風なね、書き込みとか、あとダイレクトメッセージいただいて、いや、50枚1100円のマスクがこれほどね、皆さんの暮らしに負担かけてるんだなと思ったら、ちょっと私も金銭感覚だいぶ狂ってるなと思ったんですよ。で、私ね、だから50枚だったら5000円とかね、6000円で、まあちょっと高いかなってっていう風に感じなくはないかなと思うんですよ。要するにマスク1枚、100円とは言わないですけどね、使い捨てなんで、まあ30円ぐらいだったらしょうがないのかな、そんなに高いって感じないなっていうところにまで来てたんですよ。まあデフレの世の中って言いますけども、マスク1枚が10円を切るようなものでないと多くの人が買わないようになってきてるって考えると、例えばダイソーでマスクがあるとしたら100円均一のね、10枚セットで100円っていう感じなんですかね。未だにちょっと値段のリサーチもしてないんでわかんないんですけども、昨日西枕村の山根さんがね、マスクをこういろんなとこ探しに行ってくださったところで、多分ですけども1枚300円のマスクが普通のドラッグストアとかにあるんですよ。1枚300円のマスクが普通のドラッグストアにあるってことは、それも別に買ってる人がいるんだろうなと思って、1枚300円で売っててもダイソーはバッシングを受けてないと。でもインターネットで1枚あたりね、20円ぐらいのマスクを出してると高いっていうふうに、まあ叩かれてるのかな、どうなのかなと思いますけど、私の場合は違うよって、それは高いよっていうご指摘いただいたんで、この感覚は何だろうなと思いますよね。もう一回言いますけども、ネットで50枚1100円で売ってるマスクは高いと言われて、ドラッグストアで売ってる300円のマスクは別にね、そのまんま平気で売られてるという、これは何なのかなと思っちゃうわけなんですけどもね。いや、つくづく私はね、世間知らずで本当に申し訳ないなと。私のね、世間知らずのこの毎日の発信をね、聞いてくれる方ってのは多分、まあ、私の話にね、共感してくれるところがあると思うんですけども、その反面多分社会での生きづらさを感じてる方なのかなと思います。まあそういう方はね、隠居に向いてますんで、ぜひね、私と同じ隠居の世界に来ていただければと思います。私ももともと何ですか、三流麻雀店の赤字オーナーでしたからね。で、10年間赤字の店舗をやって、結局3000万の累積赤字を作って店を閉めましたんで、それが40歳の時ですよ。そっからこうやって伝えるってことを始めてきたんですよね。で、思うにですね、今日の動画のまとめですけども、おそらくちょっと前は頑張ってね、体力のままに働く人、残業して深夜朝干し汚しで体を使ってヘトヘトになりながら働く、体力をお金に変えるっていうのが美徳だったと思いますけども、現在は多分ね、伝えることが上手な人が多分、このインターネットっていう力で増幅されて、多くの収入とかね、結果をもたらしてるんではないかなというふうに感じますけど、皆さんいかがでしょうか。やっぱりたくさんのことを伝えていく、私は自分が今回ね、どれだけ無知だったってことを伝えてるんですけども、まあ、これによって、また新しいね、アクションが起きるんではないかなと思います。私はね、本当にね、これものすごい、矢野さん、50枚1100円は高いと思いませんでした。あ、ありがとうございます。まあ本当にね、ちょっとそう言われると安心するんですけども、50枚1100円が高いって、ラーメンと餃子頼んでも1300円ぐらいするんでね、私の町では。ラーメンが800円で餃子が500円なんで1300円なんですよ。で、これまあそれとマスクは単純比較できませんけども、50枚1100円が本当にね、高いって感じる人もいるし、いや高くないよって感じる人もいるし、まあ様々なんだなっていうね、
ところに落ち着くかなという今日の放送でございました。はい、皆さんはどうお感じになったでしょうか。まあ、はっきり言えることは、私は世の中の相場がこれほど分かんなくなってきてるのかなというふうにしてね、隠居生活の恐ろしさ、これがリスクですよ。隠居すると分かんなくなるということでございます。それでは失礼します。本日もありがとうございました。矢野さん、ありがとうございました。